よし、撮ってくよー。ピュン。どうも、クルスでーす。いきなり、こう、ボカリちゃんを持って、私はどうしたのかなっていうふうに、いよいよちょっとクルスさんおかしくなったかなっていうふうに思ってる方もいるかもしれないですけどね。本日は、ちょっとこちらにですね、マイクを背負わせております、ボカリちゃんに。なんで、これを私、いや、本当は、肩たたき棒を持ってさ、なんかとにかく何かが間に合ってないらしい。だから肩たたき棒が来るまではちょっとこういうシステムで今後はやらせていただこうかなと思っています。今日は何のネタなのかと、まだちょっとクルスさん韓国じゃないじゃないと、何なんですかっていうふうに思うでしょう。そうです、皆さん、私ね、もううっかり忘れてたの。さっきカホニムから連絡があって、クルスさん私落選しましたっていうね、そのワードを聞いて思い出したんです。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、今日は ?10 月6日、今日夕方6時に、そうです、皆さん、ミュージックバンクのベルーナドームのね、当落が発表になると。そうです、今日当落日だったの忘れてた。まあね、これ何回目かな、何回目かな、言うの。ちょっとやる気がそがれる出来事があったじゃないですか、最近。なんていうのかな、クレカ引き落としの人が先に分かっちゃったみたいな。で、昨日入ってきた情報で、今日当落なのに昨日もクレカ引き落とされた方がいたらしいんですよね、X 情報で。それを私は聞いた瞬間に、なんかもう心が折れて、え、来てないんだけど、どういうこと、来てないんだけど、クレカにしてないのかなと思って、ピアの登録を見たら、がっつり私は楽天カードで引き落としにしてるんですよね。あ、これもうダメじゃんと。だからもう昨日の時点で私の心はもう折れてるんです、折れてるんです。なんですけど、ね、今回のはうちのなーちゃん、夫も実は行きたいっていう風に言うとおりまして、ヨジャを見たいんですって。ナムジャじゃなくて、まあ私はナムジャを見たいんですけど、ダーちゃんはヨジャを見たいということなので、夫婦ともども応募しました。はい。死のもの言ってないで、もうね、時間はもうだいぶ過ぎております。もう10時2分を回ったところですので、さっさと当選か落選か見ていこうじゃないかと思っております。もうあんまり期待してない。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。戦闘態勢に入らせてください。前回はほら、最後の勝負の時に私、ね、あ、今日ナムティー来てないんですけど、もういい加減ナムさんに頼るのはやめようかなと思ってナムティー来てないんですけど、今日は見て見て、うちにいたの、ひよこいたんです、うち1匹だから。あ、1羽か、うんね、なんかそういうとこ突っ込まれそうだからちゃんとしとこ。1羽いたので、ひよこね、ヨンボがねちゃんとね、ジニレッドね、ジニちゃんもつけてね、やっていこうと思います。それでは恒例の iPad で、何度も学習しておりません。私、iPad で見ていきたいと思います。もうね、はい、これやったら終わっちゃうのよ。もうすぐ終わっちゃうのよ。でもね、終わった時用に今日はちょっともう一ネタ用意してますんで、だからね、心持ちね、流れるような喋りなの、もうどうせダメでしょみたいなところもありますし、まあ当たってたら終わっちゃう、やったみたいなところあると思うんですけれども、まあどうせダメだろうなと思ってますんでね、iPad でもサクッと見ていきましょう、サクッと見ていきましょう。ペッ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 って見ていきましょう。いくよー、めんどくさいね。ごめんなさい。すいませんでした。はい、見ていきたいと思います。メール開いていきます。うん。はいはい。はい。開いていきましょう。うん。はい、今受信しております。少々お待ちください。受信しておりますんでね。はい。はい、抽選結果のお知らせ。ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023オフィシャル最速選考。下記のお申し込みにつきまして、残念ながらチケットをご用意することができませんでした。はい。1アカウント目はい、1アカウント目だめ。はい、ちょっと待って、あ、ちょっとドリンキングタイム挟んでませんでしたね、すいません、忙しい、ちょっと待って、喉を潤してなかった、すいませんでした。ちょっとコーヒーで、アイスコーヒーで、失礼しました。作戦の歴史がどんどん更新されていっております。もうだってさ、もういいよいいよ、分かってんのよ、もうだってさ、いいよ、もう元気に振る舞うよ。だってもう、だって私引き落とされてないんだ、ご利用情報みたいな速報がね、楽天さんってメールで来るんです。で、前回のスキズのね、東京ドームのあれの時も当日の11時に来てたもん。今日来てないんだもん、昨日も来てないもん。はあ、じゃあさっさとやりましょう。はい、
一番私がね、あのメインで使っているアカウントを最後にちょっと見ようかなと思って撮っておきました。それでは恒例のやつやりますね。クルスが当落を確認するまで5、4、3、2、1、ビュー、ビュー。ちょっと待って、わざとじゃないよ。今初めて見てるからね。このリアクションを見て、え、ちょっとすっごい心臓のバクバクが止まらない。私すごい、私すごい、これを一番最後に持ってきたのすごい。ちょっと待って、皆さんちょっと待ってください。こちらをご覧ください、こちらをご覧ください。お申し込みいただいた下記のチケットをご用意ができましたので、お知らせいたします。ちょっとよだれ出ちゃった。私チケットピアのチケットで当選したの初めて。今まではほら、あのご用意できませんでした以上みたいな感じで、もうサクッとっていうその表示しか見たことなかったんだけど、こういう感じなんだ。ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023オフィシャル最速選考エントリー方式、希望順位エントリー、第一希望当選と、まあ第一希望しかないですからね、これに関してはね。うわー、12月9日4時半開演ベルーナドーム、当たりました。いや、ダメだと思ってたから、こんなに喋るつもりもなくって、私あのちょっと1個そのねネタをね用意しておいて、もう1本の動画にするのにはちょっとさすがに短いかなと思ったんで、ちょっとでもまあその話もしないといけないので、この流れのまましますけれども、私あさって韓国行くんです。多くの方はおそらくコチョクのスキズのドームツアーに私が行くんじゃないかなっていうふうに思ってたと思うんですけれども、のん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 、私今回の今当選させていただきましたミュージックバンクもそうなんだけど、アワードが結構好きなんだなっていうのも実感してるんです。もうお分かりですね。そうです、私が、行くのは TMA です。はい、どっちかって言ったら絶対にあの3時間フルフルでね歌って踊ってくれるコチョク行った方がいいじゃんってみんな思うと思うんですけど、私は去年のママでスキズを初めて見た時にめちゃくちゃ感じたのは、この間の VMA の時にも思ったんだけど、ストレイキッズというグループは他のグループとかと一緒になってアワードとかに出る時にいつも以上のキラキラと素晴らしいパフォーマンスと感動を与えてくれるなっていう、それを私は去年のままで感じたから沼ったわけですよ。で名古屋にも行かせていただきました。めちゃめちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったんだけど、全力で歌って踊ってる2曲とかも見たいなと思って、やっぱり何十曲も歌ってくれるのもめっちゃ嬉しいし見たいんだけど、そのどっちかに絞る、やっぱね私ね富豪じゃないので、あと主婦なのでおいとまいただいてちょっとあの遠征させていただく身なので、2週続けてっていうのはちょっと難しいし、長期滞在するっていうのもやっぱそれも難しいなっていうので、どっちかにしなきゃいけないなってなった時に、私はもう迷わず TMA に行きたいと思ったの。去年の TMA にインフルエンサーとかが招待席で招待されて行ってるのも見てたし、なんかそれを見た時に万端が出てて、って私がこれだけ好きって思って追いかけてた人たちに、この子たちなんで会えてんの招待席でみたいな、すっごいねなんかこうもやっと感がこの1年間ずっとあったんですよ。で今年 TMA っていうワードが出てきて、スキズがあの出演するっていう風に発表された時にもう絶対これは行こうと、そのタイミングからもうマリナ氏に連絡をしておりました。先に言っちゃうと、あのまたマリナ氏登場です。これまでのとはまたちょっと毛色が違う旅になりますので、皆さんちょっとその辺をお楽しみに。あと、なんで今回さ、ボカリちゃんしか持ってないのと、なんでクルスジニレッドじゃないんだ今と思ったでしょ。
あですね、今回ボカリちゃんはちょっとお留守番してもらおうと思っております。この子だけね。でそれ以外の子は実はもうスーツケースに入ってるんですよ。で初めての遠征なので本当にチケット当たんないと思ってたから尺のために遠征バッグをお見せしようというふうに思ってたんです。なんでちょっとそれを今から出したいと思います。それではバッグの中身をね、本当は旅行バッグのね、このねスーツケースの全部をお見せ してもいいんですけど、そこじゃないでしょと思って、今回は違うじゃん。大事なところはもうこれ一択見てほしいの。私スキズの、いやほんとすいません、 JYP さんがグッズ屋さんだっていうことは分かってるんですけれども、ちょっとねやっぱね発売する頻度がちょっと異常なので、それについていってしまうと推しに私が課金したい部分に課金できなくなっちゃうから、その辺はやっぱ自分で要調整が必要だと思っててね、例えばこういうねマスコットだったりね、アイマスクだったりとか、うちわカバーとか、そういうところにはもちろんかけるんですけど、それ以外の他で代用が効くじゃないかっていうね、そういうところに関しては代用させていただこうということで、今回一番皆さんにお見せしたいのがですね、もう出落ちになるんですけど、これです。じゃーん、見て遠征バッグ、あれあれ、ここに スキーズ SKZ って書いてないなーって思ったでしょ。みんながね、前回名古屋に行った時に持ってて、まあ、羨ましかったの私。なんかメッシュのスキズのバッグ、微妙に絶妙に中透けてて、なんていうの、推しのアピール、私誰たんですよみたいなののアピールできるし、あれめっちゃいいやんと思って、最後の最後まで考えたの、3000円だっけな。JYP さんだと3000円っていうのをすごい考えたんですけど、うん。ダイソーさんで買いました。見て、え、全然良くないっていうかさ、むしろさ、ダイソーの方が結構多機能で、これ見て、ほら、ポケットが全部ね、6面ついてるわけ、この後ろの方にもついてるわけだから、なんかこう、入れたいものがあったら入れられるし、もちろん中もさ、いい感じのさ、シースルーでしょ、通気性もいいですしね、あんまり通気性関係ないけど、あ、で、今回は韓国にはジニレッドちゃんだけちょっとお連れしようかなと思っておりましてね、マスコットはだから今ボカリちゃんでマイクにさせていただいております。あと前回持っていかなくて後悔したちゃんとねこのね二押しのうちわカバー、届かなかった、うちわは届かなかったわ。だからカバーだけ東京公演までには多分届くから、それまでにはちゃんとねこの中に携えたいなと思ってます。これとこのアイマスクとこれね、これもさちょっと待って皆さんにお見せしたい、これもすごくない？メッシュのナップサックが売ってたの。だからもし手を開けたいなと思った時には、この今ペンライトを包んでいるナップサック、これを背負っちゃって必要なものを入れちゃえば、ここにさほらこういう風に入れちゃえば、うちの子たち大事にできるじゃないっていうのでね、こう袋としても使えるよっていうの、やめてっていう、あーやめてっていう感じ。あと双眼鏡12倍のやつ、楽天でね、ちょっと前回見せなかったか、中身見せようか。本当に普通のベーシックなやつ、12倍のなんかこうバードウォッチングができそうだなみたいなね、紐がついてる、この紐は確実にいらないなと思うから、いつか多分切ることになるとは思うんですけど、一応まだなんかつけとこうかなと思って紐はつけたままにしていますっていう、これは名古屋に持ってってよかった双眼鏡です。やっぱまあ、使わなかったら使わなくていいんだけど、あったらあったで便利でいいよねっていうね、そういう感じ。こんなもんなの、推し活のグッズはね、そんなにたくさん何かを持っていっても、まあ、前回も同じこと言いましたけど、ね、手は、ね、両側にこの分しかないから、うんね、持てる範囲のものをその時に持とうかなと思っておりますっていう感じで、現地に着いたらこのバッグ10月10日はメインで持とうというふうに思っておりますっていうね、今回はそれをみんなにちょっとお見せしたかったの。 TMA がある他の日別日に何をするかっていうのはね、またVlog で撮影していきたいと思いますので、その動画をご覧いただければと思います。以上、トカンの推し活グッズもご紹介させていただきましたね。え、みんな本当に実感が湧かないんだけど、いや本当に昨日めちゃめちゃ落ち込んでたのよ私、こう見えて、あーもう引き落としの連絡ないからダメだったわ、あーはいはいはい、
だからもう当落とかももうすっかり頭の中から抜け落ちてて、この時間まで撮影するの忘れてしまっておりましたが、なんと自引きすることができました。いや、この調子でママも当たってくれるといいなっていうのと、あともちろんアップグレも申し込みますので、なんかアップグレードは多分あのスキズの時と同じ感じで、なんていうのかな、後日申し込む権利がある人たちがアップグレード申し込むっていう感じになるとは思うので、それもやっていきたいと思います。まあ運試しということで、当たったらラッキーぐらいの感覚でいこうかなと思っております。これでママ当たったら最高な年末になるな私。当たりますよね、ママもよろしくお願いします。去年はもう全滅だったから今年はよろしくお願いしますって思ってます。さあ皆さん、それではいよいよ2日後から来る土管でございます。また次の動画でお会いしましょう。何このため。アニョーン。嬉しい。